いや、完全に決まったな。もう絶対錦明日美ルートに行くな、俺は。さて、予想外ではあったものの、想像以上の収穫があったし、そろそろ家帰ろう。と、その前にいないと聞いてはいるものの、駅前まで出たのもあって、前会長のマンションを訪ねてみた。ところが見た目からして高級なマンションだけあって、部外者は立ち入りすら許されなかった。さもありなん。まだ帰ってきてないか確かめに、ポストにチラシが溜まっているかだけでも確認してみよう。鎌倉さんなら最近見かけませんよ。部屋から物音一つ聞こえてこないし、しばらく帰ってこないんじゃない？ポストを覗いていたら、隣人だというお姉さんがいろいろと教えてくれた。いいのか、個人情報。とはいえ、不審者扱いされずに済んだだけマシだ。しばらく間を空けて出直そう。トモスケ、オツ、トキワと会えたってマジ？まあ、生徒会に入るかまだ保留ですけど、ひとまず話は聞いてもらいました。すっごい、マジやばくない？トモスケ立派に生徒会長してるじゃん。ハトリマ、どっかお店入ろう。ミリさんに結果報告の連絡をすると、直接会って話を聞きたいと言われたので合流した。で、感触としてはどんな感じ？すんなりとはいきませんでしたが、とりあえず明日の放課後来てくれることになりました。そこで生徒会へ入るか決めるそうです。マジですごくない？正直、なんかの形でうちの助けいるかなって思ってた。もちろん俺一人の力ではなく、日和の協力は必要ですが、と言っても日和を放課後に合わせるだけなんですけどね。声優としての日和を知ってたので。それってトモスケ的にありなの？いや、まあ、向こうが会いたいと言ってきたわけではないので、俺と二人きりはきついって話の流れで、もう一人役員がいるという話になって。まだ日和と話してないのに勝手に入るって決めていいの？だって日和が生徒会に入らなければ俺が会長やる意味もないでしょ。マジだ。じゃあ、うちからもひよりんに生徒会入るようお願いしとく？いや、俺が頼んでもダメだったらお願いします。まずは二人で話してみようかなと。とりま、トモスケが生徒会長をやるよってとこまではひよりんに伝えといたよ。ひよりには生徒会へ入れるだけではなく、あるポジションを任せようと考えている。なので、まずは俺が説得を試してみよう、試みてみよう。でもさ、明日はひよりんいるからよくても、今後は時はと二人きりになる機会がちょくちょく出てくると思うよ。そこは徐々に慣れてくるしかないというか、まずは生徒会入れるのが優先事項かなと考えたので。あと、時はとは全くの初対面ってわけでもないんですよ。以前にも同じクラスで、しかも隣の席だったことがあって。ま、え、一瞬意味わかんなかった。今の学校の話じゃなくて、時はがこっち引っ越してくる前の、さらに前の学校の話ってこと？そうです。時は昔は血玉に住んでましたよ。俺と同じ学校通ってました。俺、引っ越した経験ないのでわかんないんですけど、前にいた学校とかって書類に書かないんです？なんか履歴書みたいな。うちは前の学校の転学紹介状と成績証明書だけだね。その前の学校まではわかんないみたいな。時はに投稿してもらおうと思って、うちも時は本人にご両親と話したんだけど、前にこの付近住んでたなんて一度も言ってなかったんだよね。ご両親にも信用されてなかったのかな。そりゃ、娘を一日で登校する気なくさせた担任とかって信用できないだろうけど。やばいね、うち全然ダメじゃん。いや、時は本人が以前こっちに住んでたのを隠したがってるので、そのせいだと思います。ミリさん関係ないです。前にこっち住んでたの知られたくないのに、元同級生の俺がいたから不登校になったと本人がはっきり言ってました。間違いないです。マジです。ご両親もそれを分かってて、ミリさんに言わなかったんだと思います。生徒会に入る上で、昔の話を誰にもしないという条件にされました。なので、今の話は忘れてください。担任なら当然知ってると思ってつい口にしてしまったけど、ミリさんが知ってれば、最初に時はをリストアップした時点で俺に言ってるよな。こういうところ本当気をつけよう。俺と時はの会話は俺と時はだけのものとして、たと妹の日和でも巻き込まない。特に時はの問題はデリケートだ。即関係破綻につながる。よく自戒しよう。今の話忘れる前に一つだけ聞きたい。同級生だったってことは、トモスケのあの件も知ってる系？いや、俺がやらかしたのは、トキワが転校した後ですね。ミリさんはそっかと軽く笑った。俺のやらかしとは、トキワのやらかした中二的な自己紹介とは違い、もっと事件性のあるものだ。同級生をぶん殴った。そうなの？理由は、当時子役として活躍していた日和に会わせろよと頼まれたから、しつこくされて、つい手が出てた。
今では反省して平和主義者となり、仏の友博として生まれ変わった。まあ今でも日和を見たいから連れてこいと言われたら切れるけど、うちの妹は見せ物じゃない。さっきミリさんが言った俺的にありってのは、日和を出しに他人を呼ぶのはありって意味だ。今回時和が求めたのは俺の妹だからありだと思っている。時和は友助と日和に任せた方が良さそうだね。明日の放課後を登校するんだっけ？それならうちは話が終わるまで顔出さないようにするし、ちょっと立ってから様子見に行くね。ひとまず時和に関しては結果報告が済んだ。こんなに話がうまくいくとは考えてなかったらしく、ミリさんにはベタ褒めされた。いやー、トモスケが生徒会長をやる気になってくれてよかったよ。日和のためというだけでやる気は全くないですよ。時和を勧誘したのも一人だと自分が困るからです。いかにして11月まで乗り切ろうか考えてます。ま、それはおいおい。おいおい。そんでもう一人の子はなんだっけ、ニシキちゃん。ニシキさん、あの可愛らしい雰囲気の子か。彼女に会ったのも報告すべきだろう。でもつい先ほど時和との会話をペラペラ話して失敗したばかりだ。ニシキさんとの関係は大切にしたい。慎重に慎重を重ねよう。うん、とても大切にしたい。一日に二人も勧誘するのは無理でした。明日以降頑張ります。そうだね、一人ずつ時間かけて勧誘していけばいいよ。もし何か情報が必要ならその子の担任の先生に聞いてみるし。好きな音楽のジャンルと好きな本のジャンルと好きな食べ物飲み物と好きなキャラクターグッズと好きなファッションと、求めすぎじゃね、がっつきすぎてしまった。もっといろいろ知りたいな、あの子のこと。もう完全に好きじゃん俺。いや好きなんだけど。うん。夕食の準備をしていた妹は俺が帰るなり顔をまじまじと見つめてきた。そういえばミリさんから連絡済みなんだよなと思いつつ、本日のここまでの経緯を会話の内容などを省いて大雑把に説明した。ただ日和の単位の件は黙っておいた。ミリさんにそう言われたわけではないけど、日和が知れば鬼が無理するなら学園辞めてもいいよとか言いそうだ。やがて運ばれてきた夕食を頬張りつつ、日和は目の前のコロッケよりも俺の顔ばかり見ていた。鬼が生徒会するの？するというか拒否権がない。今の話を聞く限り拒否権はあったよね。不思議そうに首を傾けられた。俺は苦いブロッコリーをゴリゴリと噛む音でやむを得なかったという苦い思いを表現した。伝わるかそんなもん。お兄が生徒会長か。お兄はやればできる子だとこの妹は信じていたよ。うん、そんなになんか嬉しそうにされるともうやるしかないな。あくまで暫定の会長というか、そういえば生徒あ会長候補がすぐ近くにもう一人いた。あれ、くじ引きでお兄に決まったんだよね。今日の全校集会に来てなかった生徒が俺の目の前に。ミリさん怒ってるんじゃないかな。怖いもの知らずの日和だけど、俺と同じくミリさんには頭が上がらない。曖昧に目をそらした。欠席の連絡は職員室にしたから大丈夫。仕事だって伝えてあるし。でも公平じゃないよな。日和も生徒会長になる可能性があったんだ。他に何百人もの生徒がいるのに普通そんな外れくじ引かないよ。引いた人間を前によく言えた。お前絶対許さないからな。お前絶対許さないからな。お兄が許さないとどうなるのか知りたい。来いよバーカバーカ。もしもしミリさんですか。そういう真似をするか。お兄、あのごめんなさい、穏便に、何とぞ穏便に。今日和と食事しながら話したんですけど、今日の全校集会の場にいなかった生徒も会長になる機会は平等に与えるべきだと思うんです。はい、二人で決戦のくじ引き分け、くじを引け、わかりました。はい、日和にも伝えておきます。おめでとう日和、これで君にも生徒会長になる可能性が生じたよ。しかも2分の1の確率で。日和を会長につけようという策略は昼にミリさんと話した時からねってあったんだ。ここまでピタリとハマるとは、己の謀略の才能が怖い。日和が生徒会議活動に参加するイコール単位に恩情が認められるの条件さえ満たせば、俺が会長でも日和が会長でも問題ないはずだ。決戦のくじって鬼が相手でしょ。というかくじでいいの？むしろ何百分の1の当たりくじを引いた自分がどうしてくじで勝てると思ったの？ふむ、なるほど。よし、どっちがくじを作っても揉めそうだからじゃんけんで決めよう。どうして私に一度も勝った試しのない種目を選ぶの鬼。日和は昔からじゃんけんが強い。初対面の人間が相手でも7割方勝つという不思議な特技があった。対して俺はくじにしてもそうだけど、昔からオカルトじみて運が悪い。この妹相手となればじゃんけん949連敗の偉業を達成中だ。
今日こそは勝てる気がするんだ。最初から負ける気で勝負を挑む人なんていないだろうけど、お兄のその自信の根拠は知りたい。一発勝負だ。負けたらガチで日和が生徒会長だからな。やっぱりやめたはなしだ。いいよ、負ける気しないから。もし負けた時は生徒会長を引き受ける上に何でも一つ言うこと聞いてあげるよ。マジで？よし、俺が勝ったら150連回しちゃうぞ。絶対勝つぞ。じゃんけん。負けた。もう一回。一発勝負とは、お兄がここまで引き際悪いとは。妹の私もさすがにびっくりだ。はい、じゃんけん。負けた。その後5回挑んで5回とも負けた。お兄が生徒会長でいい？ミリさんに伝えておくね。ありがとう。そんな悲しそうな顔しないで。わかったよ。会長は引き受けないけど、何か一つ言うこと聞いてあげる。ここまで計算済みだったのかな。北条宇治康ちゃんの声でやってよ。内政なら私にお任せ。何なりと申してくださいね、バカ。それでいいのか、お願いは。やっぱ北条宇治康ちゃんマジ可愛い。今日からランキング戦だっけ。調子はどう？夕方ずっと動き回ってたから、今はまだ5000位台。手持ちの特攻が1枚だと厳しいかもしれない。仕方ないな。今月はあと150連回していいよ。いいの？天井じゃないか。さすが売れっ子、稼ぎが違う。違うというか、そもそも俺に稼ぎはない。お兄が私の演技を可愛いって言ってくれるの珍しいからね。妹の金でガチャを回すクズの兄を持ったにもかかわらず、稼ぎ頭の妹はなぜか嬉しそうだった。メモメモ。ちなみに私はもう引いたから、会話を見せてあげる。はい。やっぱ出演者は自分の演じたキャラをデータでもらえるもんなの？やっぱりの意味がわからないけど、私はちゃんと自分で引いたよ。お願いしようにも収録現場で開発の人と長々とは話さないし、普段からよっぽどその話をしてれば別かもしれないけど、センデレに限らず、あまり一つのゲームを宣伝しすぎるのもね。なるほど。他の出演作との兼ね合いがあると。センデレもお兄が好きだから頑張ってるところあるしね。もしかして北条宇治康ちゃんの日和が演じたのは？ううん、自分からお願いはしてない。オーディションもなかったし、一さんの希望があったんだって。マジで？ののかさん日和の声好きなんだ。俺の教え師さんが日和を。教え師さんってその石さんの描くイラストが好きなの？それとも石さん自身が好きなの？イラストに決まってるだろう。石さんのご尊顔なんて拝見したことない。まあ絶対可愛いけど。イラストが可愛いからってその石さんまで可愛いと決めつけちゃうの、いよいよ痛いオタクを極めた感あるよね。さすがだね、鬼。すごい、けなしてるんだけど最後は褒めてる風にしてくれる日和、優しい。ののかさんは見た目だけじゃなくて性格まで可愛いに違いない。男性ものの下着売り場に足を踏み入れただけでハワワーって声を上げちゃうくらい乙女。ハワワー。お、次はヒヒの役を任されたのかな。泣き声うまいうまい。お兄に推しの女の子がいて、まだ声ついてない漫画探してアニメ化するときオーディション受けよう。お兄が燃えた告白系のセリフを私の声で読んでやるんだ。それはお願いします。勘弁してください。せっかくの名告白を妹の声で再生されたら途端に燃えられなくなってしまう。肉親とはそういうものだ。世界で一番素敵な人だと思ったので好きになりました。一回テキスト消しとこう。あれ、意外にもキュンときた。妹に告白系のセリフ言われても燃えられるな俺。心理対象にすらならないと思ってたのに、お兄がありかなしか検討している。そんなに私の声が可愛かった？うん、もういくつかサンプルが欲しい。その後日和は俺がつぶやっきーでぶくましてた恋愛漫画のセリフをいくつか読んで聞かせてくれた。普段はここまでしないから今日はよほど上機嫌なのだろう。随分と楽しそうだ。うん、楽しいよ。お兄が私の声に燃えてくれたのもあるけど、お兄が生徒会長というお仕事をやる気になってるのも嬉しい。嬉しいというか楽しいかな。あ、やっぱそういう仕事とかをやる気になってるのは好かれるのかな。俺ももうちょっと仕事した方がいいんだろうな多分な。お兄はやればできる子。そのお兄がほんの少しでも何かやる気になってるのなら
応援してあげてもいいかなって。日和は食後のお茶を入れてくれた。温かいお茶と日和の優しさが心にしみる。たださ、鬼って集団行動できないのに、代理とはいえ生徒会なんて引き受けて大丈夫なの？どうして俺を反骨精神の塊みたいな言い方をした？そういう確たる信念がある系じゃなくて、鬼は単純に集団が嫌いだよね。嫌いというか苦手かな。リアルでのグループ、ネットでの界隈、まるまるぜ、全部近づきたくないね。まったりとした食後を過ごすのかと思いきや、家族会議が始まった。俺の性格をよく理解している点についてはさすがは日和というか、この間もセンデレのギルドに入ったら、そこのギルマスにつぶやっきーのフォローを強制されてさ、そいつのつぶやきに全然いいねしなかったらリムられた。で、全員に村八部くらってギルドからも追い出された。あいたたたたたたた、いいねくらいしようよ。なんか仲いい同士で延々エアリップ会話してんのが見てて痛々しくて、ツイッタイムライン流れてるし、っていうかいいねしてない人を見つけるギルマスもすごい。そこまで行くと同調圧力のプロだよ。わざわざ DM 送ってきたもん。どうして僕のつぶやきにいいねしないんですかって。怖いな。あ、いや鬼、それは相当特殊なケースだよ。入ったギルドが悪かったよ。別のとこ行こう、別のとこ。もう一回だけ頑張ったよ。ガチ勢はダメだと思ってキャラ推し勢のギルドに入った。もがみよしみつちゃん推しのギルド。もがみよしあきちゃんも私の担当だ。鬼、そんなに私の声とき？ヨシアキだった。絶対読めないだろ、初見で。そこのギルマス、女性だと思ってたらネカマで、しかも俺のこと女だと思ってたらしくて、リアルで会いたいとか DM 送ってきた。こらこら、規約で出会い系の行は禁止されてるぞ。もちろん丁寧にお断りしたら、キャリのありきってのエロチャット申し込んできた。向こうが最上ヨシアキちゃんで、俺が伊達政宗ちゃん。で、それも断ったらギルド追い出された。え、それは鬼悪くないんだし、事実をありのままに他の皆様に伝えればよかったのでは。だってどこの誰とも知らないエロチャットが趣味のネカマと SNS 上で言い争いしてガチで喧嘩するのって、自分が情けなくならない。確かにな、めちゃくちゃ無益な時間だな。本当だ、なんかもうギルドとかどうでもよくなるね。向こうは毎晩ギルメンに根回ししてて、自分が正義だと主張してたみたいで、でも俺ギルドにそこまで執着してないし、もういいかなって。それ以来ギルドは諦めてソロプレイを楽しむようにしてる。日和はよちよちと頭を撫でてくれた。俺にこの音の1分の10分の1でもコミュ力があれば。ただまあ、それがソシャゲ内のギルドであればソロプレイだろうが、別のソシャゲやシャビシャ、俺の自由なんだけどさ。リアルだと俺この集団抜け回すで済ませるわけにはいかないからさ。確かにな、それがあるよな。そういう意味ではネットは気楽だよな。だから学園ではどの集団にも属せず、教室の隅っこで誇りを吸って生きている。誰にも迷惑をかけないのが俺の誇りだ。誇りと誇りをかけてきたな、つまんないな。だから正直、生徒会長の仕事をそのものよりも生徒会っていう集団に属するのは不安なんだけど。だけど逆説の接続詞だってことは、今回はいつもと何か違うのかな。こいつ学校行ってないくせにめちゃくちゃ国語得意だな。今のところ俺一人しかいないから弾かれる恐れはないかなって。ふーん。日和はいい子なので皆まで言わなかった。今回は俺が会長、つまりギルマスの立場であることに。要は普段よりイージーモードで始まる集団だ。これでダメならいよいよ自分の人間関係不全が深刻に思える。だいたい生徒会手伝ってくれる物好きなんて一人いるかいないかなんだから、集団の定義に当てはまるかも微妙なんだよ。文殊の知恵扱いだし、3人いれば集団かな。頑張って鬼、あと2人だよ。そんなに物好きがいるとは思えないけど、とりあえず時和は生徒会入りにリーチがかかってるんだよな。それにあの天使錦さんが協力してくれれば嬉しい。ただでさえ可愛いのに性格までいい子だったし、なんて今日の成果を思い出してニヤニヤしていたら、日和が嬉しそうな表情で俺を見ていた。生徒会長の仕事ってどんな風にするのか興味あるし、私も久しぶりに投稿しようかな。けなげなことを言うものだ。この妹は代理とはいえ俺の生徒会長を就任が喜ばしいみたいだ。どうして他人ごと口調でしんみりしてんのか分かんないけど、副会長は日和だからな。突然の副会長就任に菩薩のような微笑みを浮かべていた日和は、そう、空野像みたいな顔で面食らっていた。はい？はい？
さっき会長職を引き受ける寸前だったのになぜ副会長くらいで驚く？だって、お兄にじゃんけんで負ける気がまるでしなかったし。それはそれで腹立つな。事実負けたけど。日和なら同じ学園に通ってるし、俺が意思疎通を図る相手として適任だし、何より人柄の面で絶対的な信頼が置ける。言いたいことはわかるし、頼ってもらえるのは嬉しいけど、私お仕事を…席を置くだけでもいい。日和がいると安心するんだ。席だけでいいなら、鬼を応援したい気持ちだけは山々だし、あとは私がいると安心するという言葉は気に入った。分かった。私がお兄の生徒会の副会長になるよ。説得するまでもなく日和はこの話に乗ってきてくれた。正直日和が生徒会に入らなければ俺が会長になる意味がなくなるので本当に良かった。一応確認するけど、私がお兄のそばでお仕事してもいいんだよね？もちろん日和にいてほしい。そっか、私が一緒にいてもいいとお兄が言うのなら。本命は日和の単位と出席日数の確保ではあるものの、正直なところ業務面においても日和がいるといないのとでは、劉備のそばに孔明が、秀吉のそばに官兵衛が、カレーの具にジャガイモがあるかないかほどの違いがある。うん、正直俺カレーの具にジャガイモなくても全然いけるな。うん。でも私本当に仕事が忙しいからあまり頻繁にお手伝いできないかもしれない。だから席だけでいいって。あ、日和の仕事に気を使いすぎて時和との約束が一瞬頭から飛んでた。明日日和を連れて行かなければ勧誘失敗だ。あの、明日10分、いや1分でいいんだけど、放課後に他の役員と顔合わせする時間だけあるかな。え、もう他の役員の人いるの？明日の放課後、スケジュール的にはいけそうかな。少し遅れるかもだけど来てくれるならそれでいい。というか明日だけは来てもらわないと大変困る。日和がいないと後取れない。俺を一人にしないでくれ。昼間のスケジュールに秒ほどの余裕もない有名声優の時間を拝借する。それも前日に。必死に頭を下げる俺を見て日和は意地悪そうににんまりと微笑んだ。どうしようね。両手を出しておねだりされた。ただで協力してもらえると思うなよと。でも正直家事も家計も支えているこの妹に俺がしてやれることは何もないのが現状だ。リクエスト方式で、今すぐ思いつかないから何でも言うことを聞いてあげる件一枚で手を打つ。一筆書かされた。一筆書かされた。有効期限の欄は無期限と書かされた。制服着るの久しぶりだな。せっかくだから写真あげようかな。大丈夫なのか。制服から学校とか特定されるぞ。どこに学校特定されたらやばいじゃ。やばいんじゃ。そうだった。いや、何言ってるんだろう私。しばらく制服を着てすらいなかったせいで、そんな基本的なことすらうっかりしてた。ごく自然な疑問を口にしただけなんだけど、日和は思った以上に慌ててた。そのあたりの意識はしっかりしてると思ってたのに大丈夫かな。部屋に戻ってベッドに寝っ転がりつつ、スタミナが切れるまでイベントを走り切って一区切り。石を割ってまだ走ろうかとも思ったけど、今日はリアルでいろいろありすぎて少し疲れた。何せほぼ初対面の女子と会話をしたんだ。それも二人。これは今までリアルな人間との付き合いがほぼなかった己の人生を顧みれば奇跡に等しい。その奇跡に多少興奮を覚えつつ、明日の教室ではまたいつも通りの扱いなのだろうかなと苦笑いした。そう、俺の教室での扱いはくじ引き将軍よろしく。くじ引き会長だ。実際のくじ引き将軍は部をわきまえず図に乗って殺された。つつましく生きなければならない。つつましく生きるのは大変だ。出しゃばりすぎないのはもちろん、目立った失敗をして使えないと叩かれてもいけない。最低限与えられた役割を果たそう。そのためにも時はと錦あずみさんの勧誘を成功させなければ、差し当たって会話が弾むよう予習復習をしておこう。時はとの話題作りに卒業アルバムを引っ張り出しつつ、錦さんの話題作りに VTuber の動画を再生した。はい、どうも、純真無垢なこの世の天使雪景色です。みんな元気？今日生きてる？明日の景色はちゃんと見えてる？こんな声だったかな、あすみちゃん。でもな、なんか顔とか髪の色とかの感じは似てんだよな。私ね、今日ね。あ、今日ちょっと浮かれててテンション高めでお送りするんだけどね。あのね、あの、今日とてもいいことがあってね。いいことレベルとしては、何の気なしにドゥトゥール入ったらたまたま割引券が入っててコーヒー1杯100円になった程度の喜びなんだけど、
でも雪景色はそんな些細な日々の幸せを大切にしたい。旅は道連れ、世は情け。人の情けが身にしみるね。今私うざい？キモい？トークで切られて歌まで聞いてもらえないと低評価つけられちゃうんで、もう歌います。でも今日はね、ちょっと特別な気持ちで歌えそう。普段はだるだるな喋り方なのに、今日の雪景しきちゃんは上機嫌だった。彼女の歌を聴いていたら元気が出てきた。明日の放課後は忙しそうだから、もう少しセンデレのイベントを走っておこう。どうだ、これはどうだ、中間的なやつかな。そうだな、まだ終わりじゃないな。終わりじゃない。チャンネル登録よろしくにゃん。